そうです、そうです。あの、久慈川と滝川が合流してるんで、50センチから1メーターぐらい上を、はい、うん、こういう感じですね。はいはい、それで切り株がちょっと見えますけど、あそこにあるもんですから。高さはもう、あの、肩ぐらいの高さまで来ちゃう。これ、水はもう全部、全部切った。大体、あの、下流まであると思いますが、あの、建設所さんで、でっかいあの機械でこう、はい、入ってくれます。あ、そうですか。全部1回です。そうですか。すごい、あの、時間が。今回はちょっと向こうの建物で崩壊したので、その勢いの方がちょっと強くなっちゃって、もう向こうから全部がもう川みたいな感じ。そうですね、やはりあのなかなかあの県庁にいては分からないあの被害の実態をあのよく把握することができて、まあ、非常に良かったなというふうに思います。それからあの、まあ、非常にあの、まあ、被災された皆様方あの大変な思いをされて今復旧作業に当たられているのを、まあ、ぜひ行政としてもですねしっかり手助けしていきたいなというふうに思いますし、各あのたあの被災された市長市あるいは町の首長さんあるいは担当の皆さんあの大変頑張ってらっしゃるという印象を受けましたし、また何よりも良かったのはやっぱり人命 の避難というんでしょうかね、人命のにかかるような被害を最小限に抑えるための努力というのがしっかり徹底されていて、まあ、県の政策もある程度相まってですね、まあ、そこについてはあの一定の成果が出てきて良かったなというふうに実感しました。まあ、これからが、まあ、長いわけなんで、被災地としっかり手を取り合って県としてもあの他県の協力あるいは国の協力も得ながらですねしっかり今後は災害復旧それから復興に全力を挙げていきたいというふうに思いました。簡単に言うとその進展はまだあの地形者の通りにはやらないと霞的にこう